よっとカメラこの辺でいいかしらうん大丈夫だと思うなんだかドキドキするわね私も大丈夫だよ今日は動画だし何かあったら撮り直せばいいからそそうだよねよーし頑張るぞじゃあ行くわようん5秒前4 みんなこんにちは。桃井あゆみよ桐谷はるかです。日の丸しずくです。えっと花里なみのりです。し新人アイドルです。よろしくお願いします。みのりリラックス<笑><笑><笑>いきなりこんな動画を出してみんなをびっくりさせたと思う。でも、今日は特別なお知らせがあるから。 少し話を聞いてくれると嬉しいなどんなお知らせかみんな気になるわよねええ、ドドーンと発表しちゃいましょうそのお知らせとはズバリはい、私、花里みのりから発表させていただきますズバリですね、すっごく重要で大事な配信がしかも生でお知らせしたいと思いまして ゃんつまり私たち4人で生配信をすることになったってことだよねその通りです準備中でありますイエーイ <laughs> <laughs> どんな配信なのか気になる人もいるんじゃないかしらそうね具体的にはまだはっきりとは伝えられないんだけど私たちのこれまでとこれからの活動について知ってもらえる内容になると思うわ。 うん、突然アイドルをやめたことでみんなに心配をかけてしまったと思うからそのあたりも配信できちんと説明させてほしいのみんな私たちに聞きたいこともあるでしょうしねそういう質問にもバンバン答えちゃうわよみんな待っててくれると嬉しいわよよろしくお願いしますそれじゃ今度はその配信の時に また会いましょうねさようならまたねバイバーイとこんな感じかしらはあ、すっごく緊張しちゃったよあんた一人で動画撮ってた時はそれなりに喋れてたのになんでそんなガチガチになってんのよああれは練習だったからだよちゃんと台本通り喋らなくちゃって思ったら頭がいっぱいになっちゃって <laughs> でも最後までやりきれたねええー、フレッシュな感じでとっても可愛かったわまあね初収録ってことを考えるとギリーリ大点ってところかしらあ当やったただしそれも今回までよ次はファンのみんなにとっても私たちにとっても大事な話をしなきゃならないんだから 今みたいにガチガチだったら、配信中でも勝つ入れるわよ。え大丈夫よ、みのりちゃん。まだ時間はあるし、今から一緒に練習しましょう。しずくちゃん。うん。こういうのは慣れだからね。私も付き合うよ。はるかちゃんじゃあ、この後早速練習しましょうか。言っとくけど、私の指導は甘くないからね。 一生懸命頑張ります <laughs> 頑張りましょうねそれじゃあ今撮った動画をアップしてからやりましょうかそうだね短い動画だから使うシーン以外をカットするだけであまだ録画されてるままだよあら大変早く切らなきゃちょしずくあんたが下手に触ると変なことにこのボタンかしらあら 変なランプがついちゃったじゃあ、こっちのボタンあ,あ、しずく、待ってそのボタンを押したらアップロードされるからしずくちゃん私が止めるから大丈夫だよああみんな大丈夫たたたたたもう、こんなんで本当に生配信できるわけ <laughs> とにかくあんたは落ち着きなさい焦った時は一回深呼吸は、はい。みのりちゃん、温かいお茶飲む気分が落ち着くわよ。うん、ありがとう、しずくちゃん。今落ち着いても意味ないでしょみんな、大丈夫そうだね。うん、カメラも大丈夫そう。ずっと回しっぱなしになっちゃったけど、どんな映像が撮れてるのか楽しみだな。